パペットマスター、パペットマスター、プピットマスター、またはパペットマスター愛は1989年制作のホラー映画でパペットマスターシリーズの一作目である。パペットマスターシリーズ第一作である、この作品はポール・ル・マット、アイリーン・ミラクル、マット・ロー、キャスリン・オライリーがエジプトの呪文を用いてパペットを操るかつての仲間によるたくらみに巻き込まれる超能力者を演じる。 この映画はカルト的な人気を誇り、現在13本の映画ができている。この映画は1989年夏に劇場を公開されたが、制作葬式のチャールズ・バンドがオリジナルビデオにした方が儲かると考え、同年の10月12日にオリジナルビデオがリリースされた。また、1990年の9月にはホームビデオがリリースされた。この映画は何度も復刻されている。 最初にリリースされたものは7冊の小冊子と18枚のコレクションディスクとスペイン語のサブタイトルのついたパペットマスター第一作から3作までのインポートコレクションがついていた。2007年にはレザーデジタルが両面2層の標準立体仕様の無修正版をリリースした。無修正版にはフランクとかリッサの成功シーンやダナが喉をかき切られて死亡するシーン。 ニールの詳細な死亡シーンなどが含まれている。2008年12月より、いつネストアでデジタルダウンロードできるようにもなっている。命を持つ生きた人形たち。意志を持ち自分たちの判断で行動できるものの、基本的には持ち主である人間に従っている。そのため、持ち主の意志により残忍な殺人人形とも悪魔や悪人と戦う正義の人形ともなり得る。 パペットたちのリーダー格。右手にナイフ、左手にフックを備える。三作目でナチスのクラウス少佐に似せて制作した胸をトゥーロンが口にするシーンがある。八作目でパワーアップした際には両手がナイフとなり回転しながら相手を切り裂く攻撃を身につけた。顔を回転させて表情を変えることができるパペット。 一作目で命を吹き込まれるシーンがあるが、過去を描いたはずの三作目にも登場する。特に武器を持たなかったが、八作目で腕にトゲ付きの鉄球を装備し、強力なパンチ力を得た。最も大柄なパペット。小さな頭が特徴。怪力を持ち、巨大な手で殴ったり物を投げて攻撃する。女性型のパペット。トゥーロンの妻の命が吹き込まれている。 口からヒルを吐いて攻撃するほか、ナイフ等も扱う。頭のドリルでの突進攻撃を武器とするパペット。パペットマスター監督、デビッド・シュモーラーパペットマスター2監督、デイブ・アレンパペットマスター3ナチス大決闘監督、デビッド・デコトーパペットマスター4最強の敵監督、ジェフ・バーパペットマスター5最終戦争監督、ジェフ・バーパペットマスター3劇のパーティー監督、 ビクトリアスローンレトロパペットマスター監督、デビッド・デコトー日本未公開パペットマスター悪魔の人形伝説監督、チャールズ・バンドパペットマスターと悪魔のおもちゃ、工場監督、ペットにラウーパペットマスターナイン、アクシス・オブ・イービル監督、チャールズ・バンド日本未公開パペットマスター X、アクシス・ライジング監督、チャールズ・バンド日本未公開パペットマスター c アクシス・ターミネーション監督、 チャールズバンド日本未公開パペットマスター監督トミー・ビクルンド・ブレードザーアイアンクロス監督ジョンリー・チャゴありがとうございます